この国家予算というのが、まあ、永遠にこうあるのかって言ってくるとなかなかまあ難しいという考え方もありますよね。まあ、国家予算がもともと国の予算自体が借金でなってるっていう、こうこの時点もちょっと疑問な部分もあります。でずっと32億2兆円借り、毎年借り入れて23兆円ずつしか返していかないから、まあ、それは当然、日の車にはなりますよね。まあ、その中で、まあ、農業業界というのも、まあ、9兆円の算出額、いわゆる税収入でいくならば、まあそんな大きな税収入は農業産業では上げてない、いわゆる国のために税金をね、この法人税所得税というのはあまり上げてないにもかかわらず、まあ、補助金がこう入ってきている、まあ、これはあくまでも国の存続、いわゆる食の存続をやるために不可欠だっていう考え方もある一方で、まあ単純に足し算引き算の計算でいけば農業振興にそれだけ金をつぎ込んでそれを取りちゃんと取り返せるんですかっていうふうな、まあ農林水産省以外のところからの声も圧力もあるのも、そういうのもあるらしいんです。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農業パーソナルトレーナーの山下博之です。このチャンネルは私の農業経験をもとにした新しい農業、そして稼げる農業ができるようにですね、中堅若手農業者もしくは新規農業者さんのために毎日配信させていただいております。ということで今回もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思っております。さあ今回のテーマはこちらです。補助金は誰のためにあるのか、ね、ついに来ましたね、補助金の話。まあ、これまでずっと補助金の話は避けて通ってきたんです。まあ、答えは なぜかというと、まあ、私が補助金詳しくないからなんです。ですから決して私補助金に詳しいわけではないので、じゃあ今日この話何をしているのかというと、まあ一般的に補助金っていうのはどんなふうに使われているのか、国の予算でどんなふうに使われているのかっていうふうな情報をもとに、補助金は一体誰のためにあるのかっていうふうなお話をします。で、まあ、今回この話をお聞きになることによって、あそうかってちょっと近未来を予想してほしいんですね。補助金っていうのは、まあ農業は補助金頼りなんでよく言われるんですけど、この補助金がこれからどんなふうになっていくのか、まあね、中には補助金なくなるんじゃないのっていう考え方もあるし、いやいや補助金は、まあ、確実に保障されているようなんて考え方もあるみたいですけれども、今回はこの補助金は一体誰のためにあるのか、まあ、そういった論点で、まあ、よければね動画をご覧いただいている皆さんとね一緒に考えていければいいなと思っています。ということで今回は結論はございません、申し訳ございません。ただ私が補助金についてどんなふうに見ているのかっていうふうな話をですね、まあ、淡々とさせていただくので、もしかしたらちょっとつまんないかもしれないですけど、まあ、お付き合いいただければと思っております。はい、じゃあまず補助金というのは、まあ、国のね国家予算から、まあ、捻出されるわけですよね。でまず我々が、ね、税金を払って、でその税金を国が集めて、でその集めたお金をこう分配するんですね。これが国、いわゆる国家、ね、いわゆる政治家さんって何やってるんですかって、いわば集めたお金をこう分配するってことをやってるってことなんです。ですから、まあ、政治家さんに、まあ、ちょっとねいい顔しとくと補助金もらえるかななんてね、まあ、そういう行動をねされてる方もたくさんいらっしゃるんですけど、まあ大きく間違いではないですね。ちょっと余談ですけれども、まあ、九州、まあ、熊本、私熊本出身なんですけども、まあ、5年前にね大きな地震がありました。でも私もね実はその時までは、まあ、生産活動をじゃんじゃんやってたんですけども、それを皮切りに、まあ、生産活動が実はできなくなったんですね。で、特に震源地だったので私も2度死にかけたんですけれども、この震源地でもうどうしようもなくなった時に、やはり国の助けっていうのは非常にありがたい。ただその後どういうことが起こったかというと、私の地域ではなくてちょっと離れた、まあ、そうですね10キロぐらい離れた、まあ、我が家からすればちょっとそこまで被害は大きくなかったところに莫大な補助金が降りたんです。いや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 、うちの方がめっちゃやられてますけどって、こっち困ってる人もっといますけどって、だけどそっちの方に補助金降りた、まあ、理由は何か、そうです、そこはちょっと大物政治家とつながってたんですね。大物政治家とずっと支援してて、その国会議員の方とつながってて、まあ
ね、まあ、名前を出すと有名な政治家の方が震災以降こう視察に来られて、あ、これは大変だということで、そこに非常に大きな、ね、予算が落ちた。あ、なるほどね、あ、補助金とか国の予算というのはそんな風に使われるんだな、なんてね、まあ、思ったこともありました。まあ、決してそれは悪いこと、まあ、悪いことではないっていうこともちょっと私は判断しかねるんですけれども、まあ、そういうこともあるということで、まあ、そもそも国家予算を分配するのは、まあ、政治家の役割だっていうことです。まあ、それを事務的に処理するのは、まあ、事務方なんですけれども、まあ、まずですね、そもそも国にどのくらいお金があるのか、まあ、いわゆる国家予算というやつですね。これ簡単にここにも汚い絵ですけれども、簡単に書くと国家予算は、まず100兆円ぐらいあります。答えは100兆円のうち一番税収入で多いのが消費税、その後が法人税、その後が、失礼しました、一番多いのが消費税で、次が所得税ですね。所得税、皆さんあの給料からこう天引きされてるやつですね。所得税、もしくは農業所得から引かれるやつですね。そして法人税、こういうふうに続きます。で、他に例えばタバコ吸ったりする、タバコ税とかお酒飲んだりする、まあ、酒税とか、まあ、相続税とかガソリン税とか、まあ、そういったものが17兆円ぐらい。そして国債といって、結局あのお金借りてるんですね、毎年32兆円ぐらいお金借りています。で、結果それで100兆円になっていますよっていう、まあ、形になっています。で、じゃあ100兆円、税収があって、じゃあ何に使ってるのか、まあ、ここからポイントになるんですけども、主に何に使ってるか、これ社会保障です。社会保障というのは、ね、当然病院に行った時後の補填であったり、まあ、皆さん方もね、高齢保険を払ってると思うんですけれども、まあ、みんなあの子どもとか、まあ、お年寄りとかが、まあ、社会保障が受けられるように、まあ、お金を35兆円使ってる。まあ、他に公共事業9兆円ぐらい使ってて、まあ、文教費って言ってか学校のね、国公立の部分を補っているのが5兆円。そして防衛費というのが5兆円らしいですね。防衛費5兆円。そして地方交付税といって地方にこう分配するのが15兆円くらいある。そして、先ほど、収入、前よりね、お金が入ってくる部分で話があった国債の方で、32兆円、いつも借りてるんだけど、お金を返してるのは23兆円ずつ返してる。まあ、謎の仕組みがここに実はあるんですけど、まあ、今回はそれがテーマじゃありませんので、まあ、話を続けます。まあ、要は100兆円をどうやって使うのかっていうのは国会で予算委員会で決められるわけですよね。で、その時に我々農業者にとってみればポイントになるのがこの農林水産省ですよね。もしくは農林族といわれる農林水産大臣、もしくは農林水産委員の人たち、その大臣の人たちが、まあ、予算編成するときに、ちょっと俺のところにもちょっとお金回せよ、俺のところの農業のみんなにお金をちょっともうちょっとくれよっていうことで、いわゆる予算を分配するときに、まあ、力関係が出てくるわけですよね。で、それを取り仕切っているのが財務省なんですけれども、まあ、要は農林議員がどれだけ、お金をこうゲットしてきてくれるかっていうのがこの補助金に関わってくるっていうことになります。で、農林議員とかこういう農林水産省が弱ければ、あの他の、ね、違う省庁の人たちとか違う、まあ、系列の議員の人たちがそっちの方に予算を持っていけば、まあ、なかなか農業の方に予算を降りてこないっていうのがこう現状なんです。ですから、まあ、政治家さんもね、まあ、しっかり頑張ってらっしゃると思うんですけれども、まあ、結果じゃあ100兆円のうち農業にはどのくらいお金がこう降りてきてるのかというと、まあ、ざっくり言うと約2兆円ぐらい、来てます。100兆円のうち2兆円で、少ないじゃないかと思われるかもしれないんですけども、いいですか、農業をやっているのは、今世の中でお仕事をされている方、お仕事をされている方が約半分としたっても6000万人います。1億2000万人人口のうちに6000万人お仕事をされている中で農業をやっているのは150万人なんです。150万人、もう何パーセントですか、150万人、もう 0.05%、6000の15だから、そうですね、 0.02% ぐらいになるんじゃないですか。ちょっと数字ちょっと間違ってるかもしれない、まあ、とにかく6000万人働いている中で150万人の農業者のためになんと2兆円も国家予算の 2% もつぎ込んでるっていうことが、まず皆さん方に知っていただきたい、まあ、事実なんですよね。で、その中でもじゃあ農業で、売り上げ上げてるからいいじゃないかって、農業産出、じゃあ農業産出でどのくらい売り上げを上げてるのかというと、なんと売り上げ9兆円なんです。9兆円、こう9兆円多いと思うか少ないと思うか、いわゆる日本国内で経済活動で生み出しているお金は9兆円、そして補助金でもらっているのは2兆円、
ね、例えばコンビニエンスストアって、コンビニ業界ってあれ大体8兆円ぐらいです。まあ、イオン一社だけで売り上げ8兆円です。まあ、トヨタとかであれば30兆円。いわゆるこの製造業でいくならば60兆とも70兆とも言われています。ね、というようにたくさんお金を生み出しているところに補助金助成金が来るのではなくて、まあ、農業みたいな、まあ、9兆円しか売り上げ上げてないんだけれども、まあ、そこは国の予算をつぎ込んで、まあ、言ってみれば守りましょう、保護しましょう、補填しましょうという考え方で今来ています。ただこの考え方で、まあ、農林水産省以外の系列の人たちがいやいや農水あまり金取りすぎじゃないかっていうふうな、まあ、意見も実はあるらしいんですよ。でもいやそんなこと言ったって農家さんがいなくなったら、ね、食の安全とか食の確保どうするんですかとか、農地保全とかどうするんですかっていうのがいつも議論になりながらこの国家予算っていうのは、こう確保されている、まあ、これが、今の補助金のまあ体制だというふうに私は認識しています。うん、ということで、まあ、今回はですね補助金は誰のためっていうことで、当然これ農業者のためなんですが、まあ、先日日本農業新聞の方に書いてあった、記事から見ていくとですね、まあ、どういった予算、いわゆる2001年度の農林水産関係の予算なんですけど、まあ、主な予算でやっぱり一番多いのがですね、まあ、水田活用直接支払い交付金、まあ、水田に関するやつが2兆円のうち約3000億円ぐらい入ってます。次に多いのが、農業農村整備事業、まあ、よくありますよね、農村等々の整備をやるって、まあ、それが一番大きいみたいですね。で他にも、次大きいのが収入保険制度の充実、収入保険の整備をどんどん充実させるっていうふうに予算を多く、177億円ぐらいつぎ込んでるんで、結構これも大きいですね。そして、いわゆる強い農業担い手作りの総合支援交付金、これ皆さん方に、まあ、おそらく降りていくであろう予算なんですけど、これですね実は昨年200億円の予算に対して今年は162億円の予算なんです。少しちょっと減ってるんですね。これちょっと気になりますよね。そして一方増えたのはグローバル産地づくりの強化、つまり去年の予算が 5億円に対して今回は13億円予算組んであります。つまりグローバル、まあ、いわゆる輸出とかも含めた、まあ、そういう産地づくりに結構予算が少し増えていますよということです。で他にも変わったところでいけば、まあ、事業継承経営発展の推進ということで、親元就農をはじめ担い手の経営を継承して発展する取り組みを支援する、これ去年が11億円しかなかったのが今後20億円ぐらい計上されていますね。まあ、他にも多面的機能支払い交付金ということで、まあ、農地を維持する、まあ、景観を維持するとか、まあそのね、地域保全って、まあ、そういったところはですね、まあ、相変わらず、まあ、去年も487億円出されているのが今年も487億円出されていますね。そして増えているのがやっぱり鳥獣被害の、防止ですね。あとジビエ利用の推進とかで、まあ、昨年は102億円の予算だったのが今年は122億円の予算になってたりします。はい、で他にもそうですね、まあ、皆さん方、まあ、興味関心があるところでいくと、まあ、スマート農業総合推進対策事業ということで先進技術の現場への導入実証スマート農業の開発を支援する、これも昨年同様、まあ、14、5億、まあ、予算が組まれています。はい、ということで、まあ、今回、まあ、全部ねこれ説明はできないんですけれども、まあ、補助金が、来ることによって我々の地域が活性したら、まあ、農家の所得向上につながるっていうことが、まあ、最終的な目的です。まあ、みんながやっぱどうしてもね、頑張ったところでどうにもならないような状況も農業の場合は、得てしてあります。まあ、そういったところを、まあ、国が守れる範囲は守りましょうというふうなのが、まあ、この国家予算の、まあ、数字でちょっとね見え隠れしてきています。まあ、ただ、先ほどもお話した通りこの国家予算というのが、まあ、永遠にこうあるのかって言ってくるとなかなか、まあ、難しいという考え方もありますよね。まあ、国家予算がもともと国の予算自体が借金でなってるっていう、 この時点もちょっと疑問な部分もあります。でずっと32億2兆円借り毎年借り入れて23兆円ずつしか返していかないから、まあ、それは当然、日の車にはなりますよね。まあ、その中で、まあ、農業業界っていうのも、まあ、9兆円の算出額、いわゆる税収入でいくならば、ね、まあ
そんな大きな税収入は農業産業では上げてない、いわゆる国のために税金をね、この法人税、所得税っていうのはあまり上げてないにもかかわらず、まあ、補助金がこう入ってきている、うん、まあ、これはあくまでも国の存続、いわゆる食の存続をやるために不可欠だっていう考え方もある一方で、まあ単純に足し算引き算の計算でいけば、農業振興にそれだけ金をつぎ込んで、それをちゃんと取り返せるんですかっていうふうな、まあ農林水産省以外のところからの声も圧力もあるのも、そういうのもあるらしいんです。で、結果今日何を伝えようとしているのかというと、補助金は誰のためにあるのかって、これちょっと私も結論はなかなか出せないんですけれども、一つだけ言えるのは、こっち国が補助金を出したならば、その分だけ返せるようになってねっていうようなところはあると思うんですよね。つまり毎年2兆円の予算を組んで農業分野を投げる、で最終的にその農業者が売り上げを上げて、所得税もしくは法人税もしくは消費税をたくさん払うことによって、また国にその売り上げの中から税金を納める、いわゆる納税することによって、結果として国が潤う、このためにおそらく補助金とか交付金とか助成金とかはあるんじゃないかなっていうふうに私は考えています。ですから、やった、補助金もらったって言いながら、例えば500万1000万の建物、ハウスを建てるのに半分補助で500万補助金もらった、それもともと1000万なんで、手出しが500万で済んでるってことは、そのビジネスをやることによって最終的に500万税金を何年かかけて払うことができる、そのために補助助成していますよっていうふうな取り組みになってるんですよね、うん、じゃないとなかなかやっぱり農林水産省であったり農林議員とかもこう予算の確保、大丈夫です大丈夫です、今こうやって農業にね、投資しておけば農業の皆さん方頑張って、いずれは、大きな売り上げを上げて、そこで税金をまた国のために返してくれますよっていうふうにおそらく言ってくれてると思います。ですから我々はこの補助金というものを活用させていただくならば、それを肝に銘じて、なんとか、今助けてもらった分を、大きな売り上げ、大きな利益、そしてその中から、税金をたくさん払って国に還元してあげよう、まあ、こういう気持ちでね、ぜひ皆さん方このね、補助金、助成金、交付金っていうのをね、活用していただければね、まあく、まあ、僕は国のためなんていうのもちょっとおかしな話なんだけど、まあ、辻褄が合うのかなっていうふうに思っています。はい、ということで今回ですね、まあ、補助金は誰のためにあるのかっていうね、ちょっと難しいテーマで、お届けしました。で、まあ、冒頭でもお話ししました通り、私は決してその補助金詳しいわけではなく、あくまで私はこんなふうに補助金のことを捉えてますよ、考えてますよっていうようなお話でした。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいっていう方のために、農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。